気がするんだけど、エアスとフィンダーが大好きな理由って何なの。あーそうなんだ。これこれ海の絆で、じゃあ改めて始めていきたいと思います。パルスライフル泣いてる巧みな竜、レンジファインダー、インペーダー、大箱マガジン、アーマー貫通、昇降系、注入形成、これはこれいいか、で次反キャ何が出る、消えない歌。あ、でもレンジファインダーで炸裂ついて補強いらねえな、ちょい外れかこれ。はい次、スカウトライフル、最後の窮地、包囲網、包囲網、第3の目のがまだ生存率上がりそうな気がする。クイックドローかな、どうだろう、安定性が最後の窮地癖が強かったら昇降剣はいいだろうけど、で補充はいらない、ぶっちゃけこれはもう捨てる武器確定、ほぼ確だなこれ。じゃあ次特殊ビジョンライフル、昇格ビジョン懐かしいねこれ、これは補強かな、補強だね、補強でシュアショットかな、安定性ちょい下がりしてもこっち上がるから。次スナイパーライフル、イベントホライズン、屈強でクイックドロー、スナップショットはクイックドローでしょ、でこれだったらスピードプレイもいいけどグレネーダの方がいいかな、ホークアイ、ロングビュー、アンブッシュ、あこれいいんじゃない、ロングビューっしょ、屈強でロングビュー。はい、お次、ピストル。結合する。うわぁ。リアクティブリロードはいいか。これはクイックドローだね。で、ハンドロード。減衰するもんね、すぐ。これはこのままで一緒。なぁ。ヘビー。スティールオラクル。鬼遅いから、個人的には使わない。で、速度遅いし、とりあえず誘導ついてないから、クイックドローもスナップショットもいらないかな。カウント。うわ、ダメでしょ、これ。もう使う価値すらない。とりあえず、また苦しぶり行こうと思います。漂流船か。消えない歌で、軽量にして、砂にする。これやってみよっか、したら。アルオッケー、素晴らしい戦いだ、素晴らしい、最後の境地に良いパークと言ったらトリプルタップ重傷ホタルがいいと思った。トリプルタップは精密散髪でしたっけ、まあ、ホタルはありなんだろうな、だなんか呼吸トスとかそこら辺の感じの方が合ってんのかな。マジかよ、どうせいるんでしょ、いないんかい、いないんかい、ヘビーウェポン弾はもうすぐだ、いないんかい、いないんかい。ショルチャグリッチ、あ、ショルチャグリッチは使っちゃダメですよ、あれ。連続だ、あーくっそめっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる、おお3いった、なんだろう、イベントホライズンどうなんだろう、屈強は確かダメージ受け続けるとどんどんって言われたからあんまり体感できてないな、グレネードはいいのか、んーなんだろう、3手でいいんじゃねっていう感じすんな。超威力型で攻めよっか。威力高い反キャ。威力高いフュージョン。ディールオラクル結局まで一回も使えてない。死物伝。まあ、フュージョンで一緒。ああ、リロード入っちゃった。マジか。弾数どんなだ、これ。7発か。やっちゃってた、俺。やらかしてた。10発の感覚で言ってたわ。
ヘビーウェポン団が到着。ダブルキルだ。あー、やばい、なかった、得しなかった、ごめんなさい。ダブルダウンだね。コブがいっぱいや、ありがたい、これはありがたい。あー、くっそ、昇格ビジョンは使える。そんなにブルブル震えない、ちょっと重いだけ。スティールオラクルは爆発範囲でかいから使えるっちゃ使えんのか。リロードしないからな。特殊ウェポン弾じゃん、増加してんの。これにしたらまた1個増えんのか。速度ご利用そうだよね、これ。どれくらいだ。いや、こっちのはいいんじゃない。チタンでいいかな。これはさよならだね。OK。 なんか BF みたいな、これ。ヘビーウェポン弾を入手可能。スナスナ、みんなスナスナ。あ、くそ、ミリ、誰か倒してアシストください。集中しろ。まあ、匠な竜は使えるか、相変わらず。あ、点数俺1位か、それ嬉しい。で、レンジファインダーついてて、これ昇降系でしょ。螺旋光付きを持ってんだ俺。マガジンサイズ減るから、やっぱこれちょっときついね。そうなると逃れられないんだ、弾数減る呪縛からは。そっか、いや、これなしだな。ピストルは結構使えたな、これ。リアクティブリロードを活用する場面がそんなに多くない。リアクティブリロードついてんだったらバトルランナー欲しいかな。機動性上げて次のやつ潰せるような確率を少しでも上げたい。そうなると。カロス。あれ、人少な。44回。マジっすか、当たっちゃってた。 2.3 回よ、こんなにやられてて。最後の給仕自体はいいんだけどな、パークがな。ちゃんと今まで使ったことなかったな。ということで、これは今回はゴミ。ヘビーウェポン、え、何、途中。しかもヘビーウェポンどっち。ヘビーウェポン弾が到着。到着か。いや、両方取った。あ、オーボーくれたまえ。カーン、どっち。
うわあ危ねえ。はっはっはっは。さあどうにか逃げ切ったけど、くわ負けたね。ふう、匠な竜はまあよしとしよう。さっきも言ったけど、まあただね、自分が持ってるやつの方がいいかどうかやり比べは必要か。でも自分が持ってんのがデリバリー、大口径、ヘッドシーカー、これと比べてどうかだから、これはまた後で検証だな。コロバンスと比べてどうかか。そうなってくるとずっと使ってた愛用ので、コロバンスのが有能だね。これこのイベントホライズンが捨てたとして、残すのはピストルぐらい。昇格ビジョンはあってもいいけど、そんなに使わない気がする。スティールオラクルもチタンのランがあれば OK でしょ。じゃあ次ラスにしっか。複雑なルールはない。素晴らしい。集中を切らすな。あ、音がおかしいっす。音がおかしいっす。ドゥルドゥル鳴っとります。音がおかしいっす。音がドゥルドゥル鳴っております。ダブルダウンだ、トリプルダウンだ。あ、くそガゼルパンチ食らったわ。ダブルダウンだ。オッケー、どうした？どうした？おい、おい、おい、おい。まあ使えなくはないかな。最後の窮地は。いいパークをまたこれきっかけに探していこうと思います。ランクも上がったね。一回戻る方は。どうしたの？何見てんの？どうしたの？大体こういうことしてるとね。なんかフレンド申請来たりとかするんでね。なんでフレンドになったか分かんなくなるっていうね。今回の店売りのこれがいいんですよね。確かカウンターバランスと昇降系ついてたら文句ないですね。もう最初のウォロで無防備のジレンマがカウンターバランス昇降系スピードプレイか、結構安定してたんですよね。ちょっと遠めの敵も全然いけた。これでなんでここがいいパーク出たらそれでいいと思います。結構いいっすね。まあ、とりあえず今回ドロップしたやつは捨てちゃおうと思います。最後の窮地とこの巧みな竜とスティールオラクルは捨てちゃおうと思います。今回完了させてよかった武器はパンタレーのニーパッと補強フレームイカロス、これは結構使えたな。1キャラ目のオロでやったんですけど、これは結構良かったと思います。あとはオートライフル良かったけど超いいっていう感じじゃなくて、中途半端にここが良ければみたいなのが多かったんで、今後店寄りだったりドロップしたやつ見て良かったら使っていこうかなっていうやつに入ってきますね。まあとりあえずこの辺で終わりにしたいと思います。良かったらチャンネル登録高評価お願いします。でもしちょっとここ直した方がいいんじゃないとかっていうのがあったら低評価だったり押してもらって構わないんですけど、コメントいただけるとありがたいです。ではこの辺で、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。